さんこんにちは、アンキロン TV です。久しぶりの開封動画です。久しぶりだったかな。川西のですね、補強の方が、今年はまだ、一件一つもしていない状況でございます。というよりもなかなか虫が手に入れられないっていうのは、本音なんですけどね。はい、奈良の方はですね、ぼちぼち、親虫オスを1頭ちょっと今年もう1回来年用にね補強しようかなっていうふうには考えてるんですけども、ですね。で、奈良は以外のですね、森田系でいうとやっぱり、東北の虎さん、東北の虎様からの今ね補強がなかなかできないんで、他から今ちょっと補強してる。ただ今回の補強はですね、2019年に、20年か20年にブリードした、19年にブリードしたですね、虫、松野さんですね、松野インセクトです、というと、お分かりの方はいると思うんですけど、松野川西ですね、はい、松野久留米ではなく、松野川西ですね。これもすごく、有名なですね、血統なんですけども、これですね、はい、51mm、ね、これ、問い合わせたところですね、最後の1頭だということでやばいやばいと思って慌てて注文させていただいたんですけども、数が、少ないんでですね、なかなか、出回ることがないのかな今あんまり、ね、で私もオスは今、うまくブリードできなくてですね、オスはいません。メスだけをブリードして、メスだけっていうのはないですけど、他の虫にかけてですね、羽化させてる感じですね。で、これがそうなの、その虫なんですけど、これ PJ、 本当はこれ MK 逆なんですけどね、 PJMNKW 松野川西っていう略なんですけども、これ20の2の2っていうことで、確か851かける50ミリですね、松野さんのね。でかけた、松野血統 50% の、虫です、これね。はい、で、今年羽化した個体なんですけども、最大がこれですね、81ミリです。ね、最大81ミリが羽化してきましたっていう感じです、これです。ね、かなり、細い、ね、パッと見、ね、こんな感じです。悪くはないんですけどね。やっぱちょっと松野さんの血統はどちらかというと、細いのが多いのかな、ここから、ね、太くしていきたいっていうふうに思ってるんで、できれば松野さんの血が濃い中で太いのが、ね、羽化させたいんですけども、当面はなかなか 100% にはできないんで、これが今 50% ですね、はい、851なんで、森田系 50% の、松野系 50% って形になりますね。で今回この補強したのがこの 50mm と松野 100% ですね、合わせると、75% になるのかな、はい、正直ですね迷ってますね。松野75にしていこうか、それとももう一度ですね、太い森田系の、川西と、松野系、これですね、松野さんの 50mm をかけてまた 50% の子を出そうかというふうにも思ってるんですけども、正直多分ね最後まで、悩んで悩んでって感じになって、どっかの土壇場で決めるのかなっていう感じですね、はい、結構そうですね、やはり不全は少ないですね、はい、血が全く濃くないんで、どちらかというと薄い方なのかな、はい、ね、はい、で次じゃあしっかりですね、松野さんの、51ミリ、
のね、マスルインセクト 51mm をちょっと見てみたいなと思いますね。親虫はですね、75mm、まあ親はそんなに大きくないですね、メスが 53mm、ね、前回も確か77とか、そのぐらいの、親虫からの、子だったと思いますんで、まあね、ここから、まあ、80mm が出たんで、まあ、ただそう、ホス親虫 85mm とかけてるんで、まあ、出てもおかしくないですけど、いないのかなと思ってし、はい、これが、ちょっと思ったよりもね、そんなに悪くないですよこれね。悪くないって、もともと悪くないんですけど、いいですねこれね、はい、もっと細いかなと思ったんですけど、結構思ったより全強はありますね。頭も結構これ思ったよりでかいなね。頭結構でかいですね。ね、こんな感じです。これが松の 51mm の松のカーニスです。クルミじゃないです。カーニスです。はい。ね。なかなかもうね、この血統はこれからですね、かなり希少価値が上がるんじゃないかなとね、勝手に思ってますけど、まあ少ないですからね。はい。で、まあ一時はね、結構大きいのも出てたね、血統ですんで、ね、ここからの、ね、85mm をまず目指して、ね、いきたいなというふうに思ってます。はい。よし。はい。まあ、今回はですね、こんな感じで、松の、ね、これちょっと動きが悪いんですけど、ちょっと床下でですね、もうほとんど越冬状態だったんですね。だんだん動き良くなってきたんですけどね。かっこいいですよね。はい。ね、川西が好きな人はちょっと遅いなと思うかもしれないけども、まあ乗せとかね、クルメをやってる人はまあいいっていう風に多分思うと思いますよ、はい、まあスラッとした、ね、いい感じの、ね、80、これ 81mm なんですけどね、はい、かなり元気になってきましたね、はい、ということで、以上で今回の動画おしまいでございますね。松の川西です。はい。以上、アンキロン TV でした。さようなら。